皆さん。前回鹿の角で牛乳プリンを作った結果、大量の角が余ってしまいました。ということで、鹿の角で笛を作ってみたいと思います。まず、鹿の角を水につけて柔らかくします。一晩経ちました。なんかクソ濁ってます。ちょっと嗅いでみます。やはりクソい。大変な腐臭がするので、ナツメグで消臭しておきましょう。生ゴミくらいの香りになったので作業開始です。始まるよ。鹿の角に穴を開けていきます。ヤスリを角にぶち込んで、ひたすら削っていきます。角の中心はスカスカなので簡単に削れます。穴が開通しました。ちょっと拭いてみます。まだ音は鳴りません。あと一周がします。そうしたら、ノコギリで側面に穴を開けます。こんな感じで切り込みを入れていきます。穴が開きました。これにストローを刺したら、完成しました。鹿の角笛です。ストローをつけることで、強く息を吹き込めるとともに、異臭から身を守ることができます。早速吹いてみましょう。いい感じです。強く吹くほど大きな音が出るようなので、この笛を高速で射出して、大きな音を出してみようと思います。友人のブスから矢をもらってきました。これに笛をつけます。これで音の鳴る矢、カグラ矢になりました。古来よりカグラ矢の音は魔を払うと言われています。私のような魔法少女にぴったりですね。弓も作ります。庭のトウネズミ餅の枝を切って、プリティな弓の完成です。それでは実際に試してみましょう。廊下に幕を設置しました。あそこに向かって撃ってみます。プリ弓を引き絞って、狙いを定めて、発射。どういうことさ？ダメでした。ご視聴ありがとうございました。ここからがマグマなんです。そもそも音くらいで魔が払えるでしょう。いや払えません。魔を払うのはやはり暴力です。当然だよね。なので、矢尻を用意しました。カグラ屋にはこういう矢尻を使うのが決まりです。あとカグラの形も気に食わないので、旋盤で木を削り、水性漆を塗り、新しく作りました。これらを矢に装着します。完成しました。カグラ屋です。前から見るとこんな感じ。命を刈り取る形をしています。弓もまともなのを調達しました。これでリベンジします。的はこちらの木片。これを射抜いてみましょう。弓を構えて、よく引き絞り、狙いを定めて、発射。当たりました。スローにするとこんな感じです。まっすぐ飛んでいるのがわかります。見ての通り真っ二つに割れています。さらに段ボールを貫通し、中の生茶にもダメージを与えました。お茶が吹き出ています。美味しい。至近距離とはいえ、まあまあの威力と言えるのではないでしょうか。これで我が家の魔物も払えたはずです。魔を払える上に生茶も美味しくいただけるカグラ屋。皆さんは危険なので真似しないでください。ご視聴ありがとうございました。